りましたね。お、もう3人、4人の方が10分と見てくださってますね。はい、こんにちは。こんにちは。You are special です、沖縄は FM 宜野湾から放送しております、外は素晴らしいです。これ海が見えるといいね。もう海が見えるんですよ、ここ500メートルぐらい下に。今日お願いします。素晴らしいですよ、真っ青。大丈夫かな。はい、大丈夫ですよね。大丈夫です。じゃあ、お願いします。はい、お願いします。お願いします。これ、You are special、 イエス・キリストの愛についてお伝えする福音放送ですね。皆さん、よろしくお願いします。お願いします。初めての方、また、コメントありましたらツイキャスでお寄せください。よろしくお願いします。宮地ひかると瀬上亮太の2人で沖縄ベタニアンチャーチ所属120パウンド4分の1、はい、まあそれを置いておいて何すかそれいやちょっと待って言っただけどういうこと120パウンド4分の1適当に言っただけボクシングとか言うさまもなく始まります。今日は平和を作るものは幸いですというテーマで、今公開中の誰だっけ、メル・ギブソン監督主演、何ガーフィールドだっけ、アンドリュー・ガーフィールド主演、白装リッジ、沖縄戦のね、前田コーチの戦いの映画、皆さん見ましたかね。見てほしいですね。その辺から話したいと思いますが、平和を作るものは幸いですって。沖縄戦、今ね、沖縄はまだ戦争の真っ最中だったんですよね、72年前ね。ちょっと本当に沖縄はそういうところなので、もう戦争の、ね、ことがね、この時期はそういう話を中心にさせていただいてますが、さあ、あと1分です。音楽もね、今日はね、いいのはね、小坂忠さんかけますからね。この間、小坂忠の話からちょっと しましょうね。最初ね、オープニングね、あと30秒さあ、まもなく始まります。よろしくお願いします。お願いします。これかっこいいね。好きなちょっと強いな。レオナルド・ジョーンズかっこいいですね。かっこいいよね、はい、皆さんおはようございます。土曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。You are specialの時間がやってまいりました。1週間のご無沙汰でした、はい、さあ、この放送はイエス・キリストの愛についてお伝えする福音放送です。番組を担当します沖縄ベタニアチャーチ宮地ひかると、はい、沖縄ベタニアチャーチ瀬上亮太です。はい、これから10時56分まで1時間弱ですけども、
イエス様の愛について共に分かち合う番組です、うん、福音放送グッドニュースって言いますけども、イエス様最高、うん、イエス様最高でなのでね、イエス様最高っていうことが最近いろんなところでちょこちょこなんかあの出てますから、うん、映画とかね、うんうん、そういうことも含めて、お伝えしたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ今日は天気最高ですね、うん、もう沖縄はあの梅雨が明けましたから、うん、この放送局から丘の上にあって、1キロぐらいかないぐらいかな、これ東シナ海だよね。あ、そうなんですか。東シナ海が見えてるって、うん、自慢だよね。ね、うん、本土の人とかには自慢だよね。東シナ海見えないから。はい、見えて、海はね、今日は青い濃い色ですけど、うん、空は雲がほとんどなくて、ね、もう夏空ですね。そうですね。うん、素晴らしい天気、しておりますが、さあ、おととい。私が、通ってた、沖縄実践進学校っていう学校の、うん、特別公開講座、よそから講師の先生呼んで、うん、まあ、講義を年に2回ぐらいやってるんですけど、今回小坂忠さん、うん、ゴスペルシンガーの小坂忠先生を、うん、小坂忠牧師と娘さんのエイジアさんがなんかまあ飛び入りでっていうか2人で来てましたね。うん、うん、ほんでね、クリスチャンの方はみんなご存知と思いますが、小坂忠先生は、どこだ、所沢の、教会の牧師先生ですが、もともとは芸能界で頑張ってた、歌手、うん、だったんだけど、薬にはまっちゃって、うん、あ、そうなんですか、知らなかった。あ、そうですか。薬にはまっちゃって、薬にはまって、一応覚醒剤うんぬんって言ったけど、オールマイティだったみたいですね。タイマー LSD とか言って、あ、おい俺と一緒じゃんとかって思って、知らなかった、うん、で早いうちにドロップアウトしちゃったんですね、うんうん、20代の30なる前ぐらいにドロップアウト。あ、そんなに早く。早く、もう芸能界にいられなくなって、うん、それで、その後クリスチャンになられて、うんうん、だから賛美はずっとやられて、まあ、その後牧師やられて、芸能界デビューが去年で 50周年、うん、今年70歳になられる、うん、今69歳で今年今度誕生日が来て70歳っていうことだと思うんですけど、だから、うん、デビューは18歳19歳ぐらい、うんうん、でドロップアウトしちゃったのが多分20代半ば、うん、30なる前ぐらいだと思うんですけど、もともとロックンロールバンドとかなんかそんなんだったんですか。フォークとか、うん、結構僕今ちょっと今名前出せないけど詳しく知らないけど結構有名な、今でも芸能界でまあもう大御所になっている結構先端的な音楽をやられてた方、イエローマジックの誰かとか、でもなんか有名って言いますよね、うん、だからちょっと、うん、結構有名で、しかもね、なんかかっこいい、自分で言ってましたよ、最先端のことをやってたって、うんうん、だけどだんだんネタ切れしてくると、うん、やっぱりその薬とかをやって、はいはい、うん、奇抜なこと、まあ、奇抜なって言い方しなかったね、奇抜なってのは僕が言う言葉なんだけど、僕も、うん、まあアーティストじゃなかったけど、僕はほら出版の世界いたから、うん、やっぱりね薬とかやっちゃうと悪魔の力を借りる、もうそうなのよ、だからほんで、うん、大胆なことをやるっていうのがね、やっぱり、うん、結構大事だったりするんだけど、その大胆さがだんだん奇抜さっていうかね、うんうん、なんかこう目立てばいいやみたいなことになっていっちゃったんですけど、私も、うん、なんかちょっと考えさせられるもんがあって、うん、だんだんそういう能力を借りてなんか、うん、やっぱりおかしくなっていったっていう話をね、うん、してましたけど、彼で小坂忠先生はそれでその後、まあ、賛美をどんどんだから神様の音楽を教会でやるようになって、うん、でそうそう、エイジアさんと来てで賛美してくださいました。でよかったですよ、すごい、
うん、で25年間はずっと教会の音楽だけ賛美だけやってたんだけど、うん、2000年ぐらいからだんだんだん人からも言われるし、うん、やっぱり自分は神様からそういうこと示されてるんじゃないかっていうことで、うん、また芸能界のに少し、うん、そちらの音楽もやり始めるっていうか、神様のことをイエス様のことを言うためにまたその半分復帰みたいなことをやってるってことを言ってましたね、うんうん、だから今はその賛美だけじゃなくて、うん、芸能界の方にもこうイエス様のことを伝えるために、うん、音楽活動もやってるんだみたいなことを言ってました。それでさっきちょっと自分の教会にの、NPO の事務所に寄ったら小坂忠先生とエイジャさん の, 色紙が置いてあって、エルシャダイ様ってだからその後私たち の, その NPO がやってるレストランに、うん、学校の先生が連れてったみたいですね。いいですね。なんかおーとか思って、うんうん、何曲かまあ、講義が中心だったんで賛美とは何かみたいな、うん、賛美の大切さをずっとね、うんうん、話されて、その後娘さんのエイジャさんと一緒に4曲か5曲ぐらい歌われましたね、うんうん、良かったです、とても、うん、はい、素晴らしい時間でしたが、本当にね、賛美いいですよね。賛美最高です。賛美ね、うんうん、私たちのこの信仰の中にこの歌うっていう要素があるのは最高じゃないですか。そうですね、神様に歌うって。長い歴史も長いですから、何千年でしょ、ね、うん、聖書によるとダビデがなんかそういう賛美チームとか作ったとかって書いてあるんですよ。3000年前ですよ、うん、ね、歌の起源って賛美ってもっと長いですよね。歌の起源が賛美って聞くんですけど。ああ、歌自体が、はい、ああそうなんですかね、分かんないですけど、うん、なんかまあ聖書には新しい 歌を歌えって言って、うん、新しい歌っていうのはその神様に対して歌う歌、うん、賛美っていうことで、まあこのダビデ王の前からありますよね、 歌ったりタンバリンで、うん、これはモーセの妹、お姉さんね、あミリアムタンバリンで賛美する、うん、タンバリンで踊りながら歌も歌ってとかっていうのも出てきますし、うん、いいですよね。もうこれ僕なんかカラオケいらないもんね、うん、そうですね、賛美してたら、うん、賛美は最高ですよね、飽きない、うん、神様に歌うってことがなんでこんなに飽きないのかなって、同じ歌歌っても全然飽きないですよ ね, ね、力が湧いてきますよ ね, わってんでね、すごいいつも感動するしね、うん、それで賛美チームの中に僕も最近入れてもらって、りょうたも隣で歌ってる時に隣でなんか泣いてたり賛美しながら泣いてそう、あ感動しますよね。僕人前で泣けない性質な質なんですけど、うん、賛美の時ね涙が止まらないんですよ、うん、どう頑張っても感動してね、はい、イエス様の愛を感じて、そうそう、うん、途中でもどう頑張っても止められないですよ、うんうん、あれ泣きながらちょっと歌うの苦しいよね。苦しいですあれ僕下手に止めるとおえつになっちゃうから、そうそうそう、もう泣くしかないみたいな、そうそう、うん、いいよね。でもあれいいよね、うん、本当に、ね、聖霊様に触れられるっていうふうに初めて自分は言われて、うんうん、そうなんだと思ってたんですけど、癒されますよね、うん、なんか本当に心が平安、うん、に満たされるっていう体験をしますよね、うんうん、あれはね、どこ心の傷がこう癒されたり、うん、神様の愛を感じてね、そうそう、感激しちゃうんでね、うん、急に心に迫ってね、うん、神様本当にイエス様のなさった愛を、うん、頭じゃなくて心で感じた時に、うん、もういても立ってもいられなくなる、そう、なんかこれが本当の愛かみたいな、うん、本当の愛を感じる瞬間、
ですよね。でもその時は人前も何もへったくれもないよね。そうそうそう、もう なんかもう、はい、みたいになってしまってで周りの人もまあ、あこの人来てるなみたいなわかるわかるみたいな、そってそっとしておいてくださるけどね素晴らしいですよね、うん、はい、素晴らしい、はい、まあ、さあじゃあ1曲まず聴いていただきましょうかね。そのこの間の、小坂忠さん先生と、娘のエイジャさんが2人で出したアルバム、今年出したアルバムから聴いてください。これでいいよね。これはですね、スティルですね、どうぞ、うん、あ、間違えた、すいません、入らない。これ間違えちゃったかな。ごめんなさい。あ、これで入った。はい。あら、入らないんだけど。ちょっと失敗してますね。ちょっと待ってくださいね。もう一回。さあ。どうしちゃったかな。これで一回出して。この間のね、アルバムからですね。スティックから。なんと入らないねちょっと失敗。じゃあこっち変えよう。失礼しました。じゃあこっちですね、ちょっと後で確認しましょうね。いい曲だんだけど、スティル。こっちは大丈夫かな。はい、あれ入らないねちょっとたまちょっとミス。じゃあコマーシャル先に、コマーシャル先に入れます。すいません。はい、岩スペシャルお送りしております。失礼しました。これのかかると思うけどね。小坂忠&エイジアでスティル。あ、今度入った。さあ、皆さん失礼しました。これで入るかな。じゃあ、平和を作るものが幸いです。読んでもらっていいですか。5章9節。あ、やべ、聖書ない。あ、なくても大丈夫。平和を作るものは幸いです。その人たちは神の子と呼ばれるから、だけ。平和を作るものは幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるから。なんか振るから。嘘だよ、下入らなかったよこれもう大変だね、あの普通の番組だったらコマーシャル
からもう一曲もう一個入れちゃおうか、はい、これだったらね、ついでに、そしたら話しやすい。さあ親子でさ、いいなと思いましたよ。いいですよ ね素晴らしいですね。ねえ、エイジアさんでしたっけ。エイジア、エイジア、声いいですかね。うん、声が好き。ロサンゼルスに行って大体、ね、うん、声がいいよね、うん、この人の声聞いてるのこの人ってわかるもんね。うんうん、そうそう、ね、なんかすごい透き通ってて癒される。うん、もうこれもうコマーシャル入れちゃうね。もう2曲にしよう。もう1曲はあのバカ玉。さあ、もうちょっと下入ります。お、今日はツイキャス誰もコメント入れてくれないんですが、誰か入れてくださいあ、この間あれした、あれ何だっけ、桑名市のチームイージスさん教会行ったって。誰ですか。桑名市のチームイージスさんって。チームイージス。あ、なんだっけ、あ、なんとかさ、名前分かった、あの教会行ったって。はい、この曲はスティル。いい歌ですよね、この歌ね。うん、すごい。エイジアさんと、小坂忠さん。親子でね、いいなと思いましたよ。うん、親子でね、こんな自然に2人で ねハーモニーしてね、うん、普通ならんよね、こんな風に。ねね、かっこいいなと、素敵だなと思いました。うん、さあ、ね、今日のテーマ、平和を作るものは幸いです。まあ、平和についてね、沖縄はもう本当にこの季節、72年前に沖縄で地上戦がありました。もう本当に20万人以上の人が亡くなったっていうね、大変な、大惨事ですよね。うん、で今も今戦闘がまだ終わってないっていうかね、この間6月23日が慰霊の日といって、司令官、日本軍の司令官が自決、2人自決して、うん、集団でもう 軍で戦闘するのはもう作戦は終わったんだけども、うん、ゲリラ戦をやれって言って遺言を残して死んだので、うん、終戦前後、終戦終わってまだまあ戦闘が終わらなかったから、まあ、9月ぐらいまでね、うん、だから今まだ戦闘してるんですよ、沖縄は。72年前、うん、悲惨ですよね。悲惨ですね、うん、もう圧倒的な兵力の差でもうめちゃくちゃになって、うん、日本軍もおかしくなってね、沖縄の人は本当に大変な、あの味方からももう大変ね、うん、犠牲者たくさん出て、まあそういうこといろいろなことがあったそうですが、あの白装リッジという映画
が今公開されてます、うん、メル・ギブソン監督、うん、アンドリュー・ガーフィールド、主演。この人はあのこの間あの沈黙っていう映画、うん、あの遠藤周作の、うん、あの主演した人、主演宣教師の役。あ、そうなんですね、うん、この人が今度また主人公で、すごいいい役やってますけど、あの沖縄の沖縄戦の前田高地、首里の下側に前田高地という崖があって、うん、そこのことを白槽リッジって、なんかノコギリでこう切った時の跡みたいな、うん、150メートル近い崖があるんですけど、うん、そこをあのアメリカ軍がよじ登っていく、うん、でそこでのもう激戦なんですけど、そこで起こった実際の出来事を、主題に、あるクリスチャンの、衛生兵、うん、看護兵ですね、が、たくさんの味方を助け、同時に日本兵も助けたそうですね。ねえ、すごいですね、うん、でそれの話で、武器を持たずに、うん、私は武器持たないって言って戦場に赴いた人の話ですけど、さ あ先に御言葉を、読みましょう。マタイの福音書5章9節、はい、良太さんお願いします。はい、平和を作る者は幸いです、その人たちは神の子供と呼ばれるから。アメン、アメン、はい、素晴らしい言葉ですね、うん、平和を作る者は幸いです、その人たちは神の子供と呼ばれるから、マタイの福音書に書いてあるんですけど、これをまさにこの主人公は実践したですよね、うんうんうん、だって武器持たないんだよありえないですね、ありえないよ、だって、国と国との、まあ戦争になっちゃって、うん、国自分の国を守るために、まあ、アメリカですけど、その地域を守るために自分は戦争に行くけど、うん、クリスチャンとして武器は持たない、うん、もう大変なことになるんですよこれ、うん、訓練を受ける時から、武器持ってほらね戦闘訓練あるから、うん、銃持たないって言ったらはぁって言われちゃって軍法会議かけられるんですよこの人、うん、なんだけど本当に不思議なことに許されて、うん、戦場に行くんだけど、周りからはもういじめられて、うん、もうやめろって、お前みたいなのがいたらもう本当にろくなことがないから、うん、帰れって、もう要するにやめさせるためにもうあらゆるいじめに遭うんだけど、うん、やめないんですよこの人、うんうん、で戦場に行ったらもう誰よりも勇敢だったって、うん、武器も持たずに、うん、もう弾が飛び交ってる中を味方助けに行くんですよ、うん、で最後一人だけ残されちゃうんですよ、うん、味方が撤退して、うん、そのこの崖の上にみんな上がるんだけど、米軍がその縄ばしごかけて上がっていくところが日本軍に撃退されて、もうその崖から降りる、うん、そしたら一人だけ残っちゃうんですよ、うん、降りないんですよこの人、うん、これで日本軍がもう生きてるやつはいないかって一人一つ倒れた死体を全部こう蹴飛ばして生きてたら殺す、うん、その中に一人だけ残されちゃって、うん、でそこで味方負傷兵を助けていくんですよ、うん、でこれ後でこの人勲章もらうんですけどね、名誉勲章って、うん、で75人助けるんですよ、すごいっすよね、うん、その状況の中で、うん、武器持たないんですよ、うん、これで助けて回って最後この人もう味方もこの人認めざるを得なくなって、最後その後戦場に行くときにこの人にお祈りさせるんですよ、うん、お祈りしてって、うん、で戦争あと終わった後名誉勲章ってのもらうんですけど、この名誉勲章僕がもうなんかちょっとねこの調べたら好きでね、これ大統領から直接もらうんですって、うん、で一つの作戦で、うん、師団って言って大体多い時は2万人とか1万人ぐらいの集団ですよね、うん、その中で一人だけですってもらうの、はあ、すげえな、うん、ツイキャス切れましたね、ちょっとお願いしますね、うん、それでそうで階級関係なく誰からも敬礼をされるんですって、
まさにクリスチャンの鏡ですね。すごい、だからこれすごい見てください。あの沖縄戦のこともね出てきますけどもね、うん、つまりあのなんていうんですかね、戦わないんですよこの人戦場に行くけど戦わないんですよこの人の、うん、この人の戦いは、うん、武器を持たない、うん、で味方を助けること、うん、そしてあの敵も助けてますから、うん、日本兵も助けてるんですよ。素晴らしい、うん、すごいですね。だからそれをぜひね、まさに平和を作るもので、自分はこの人は要するにクリスチャンとして、うん、自分は神様を信じて、そしてこの人はねずっと聖書を握りしめてるんですよ。でこの人の武器は聖書なんですよね、うん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 、つまり平和の武器ってことですかね、うん、で周りから何なんだよこの野郎みたいな感じでこの聖書を粗末に扱われそうになったり、うん、取り上げられたりするんだけど、なんだこのちっちゃいなとかって言われて、うん、みんなはだってあれですよ、ライフル銃持ってたり、うん、戦車とか、うん、軍艦とか、うん、ね、人を殺す兵器持ってるんだけど、この人は聖書、うん、一冊の本を握りしめて戦場に行くんですよ。ねえすごいですよこれ、この人の勇気、うんうん、神様を信じて神様の言うことをあの守ることから、うん、あのこの人は勇気をもらって、うんうん、なあね、すごいなっていう、だから 平和の大切さね、もうこれはすごいんですよ、もう戦闘シーンも。あー、メル・ギブソンですからね、描写がすごいですよね。ね、はい、メル・ギブソンはあのね、イエス・キリストの十字架にかかる、うん、パッション、パッションっていう映画、うん、一日、この一日、もう本当にこの拷問シーン、すごいですね、あれ。ね、なんかリアルっていうか、生々しいっていうか。うん。隠さずにそのまま表現するって、うんうん、だからあれね、あのイエス様のことをよく分かってない人が見たらなんじゃこれみたいな、うん、ただただ殴られてるみたいな、うん、僕ノンクリスチャンの時に、うん、あの彼女と映画館で見たんですけど、うん、あ、そうなの。僕反キリストだったんで、うん、あのね、なんて思った、あの頭では知ってたんですよ、福音だから、イエス・キリストが何のためにこんな悲惨なことをされてるのか知ってるんですけど、うん、イエス・キリストペテン師と思ってたから、うん、あ、これはなんかサディズム映画だなみたいな感じで。ああ、そうそう、うん、僕もね、うん、あのサドマゾだと思ってた。あ、そうそうそう、クリスチャンって、はいはい、だってね、うん、神様の子っていうのが、うん、何あんなに殴られてぐちゃぐちゃになって、うん、なんで神があんなに弱くも死ぬのね、うん、ありがたがるのか、はいはい、でイエスの血がどうのこうのとか、うん、おかしいんじゃないかって思ってましたね、はい、でね、面白いのがね、うん、あのその彼女が、うん、あの彼女の家がもう敬虔なクリスチャンホームだったんですよ。そうだったの。はい、もう彼女はもう薬とかしてたんですよ。うん、あ、じゃあもう途中で嫌になっちゃった人だね、どっちかというと。うん、そうなんですけど、でも神様は信じてたんか な、うん、なんか、だってそれで見に行くんだからね、はい、映画で彼女に誘われたの。いや、あの僕がめっちゃ興味あったんですよ、僕、うん、その反キリストだったけど、うん、イエス・キリストに対してなんか やたら執着心みたいな、うん、あったから、うん、あ、これは見なあかんみたいな感じで。へえ、不思議だね。まあ、クリスチャンになってから見たらもうボード泣きですけどね。ああ、意味が分かったらね。あれ俺のためにと思ったらもう、はい、うん、俺のために、そして自分がしたみたいな。うん、あ、そうそうなんですよ、うん、加害者なんだよね、はいはい、君もそこにいたのかっていう歌があるけど、うんうんうん、あの場所にいた時に傍観者ではいられない、まあ、傍観者っていうか、つまりあのイエス様とは言ってないよね、うんうん、私も一緒にとは言わないよね、うん、逃げちゃうか、うん、鞭打つか、うん、そうなんですよね、うん、だからね、僕はね、その唾とか吐くじゃないですか、イエス様に対して、うん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 、だから僕は唾吐いたり鞭打ってた側なんですよね、うん、イエスはペテン師だっていうのを知ってたから、うんうん、
僕はもしその場所にいたらなんかやっぱり先導者っていうかね、うん、やれやれみたいなことを言ってた人間だったかもしれないなって思うんですけど、うん、だからその加害者である自分のために、うん、この人は何も分かってないからこうなんですよ、うん、神様許してくださいって、うん、父を許して、あれがもうすっごいここにグワーってきて、うん、もうそれで涙止まらなくなったこともあります、うんうん、クリスチャンになる前というかね、沖縄に逃げてクリスチャンになる直前に、あの僕あのインドでね、あのちょうどインドに旅行行って、うん、あの帰ってきた時に居場所がなくて、うん、あのインドで会った若い20代20歳ぐらいになったばっかりの子のところにね、うん、居候したんですよ、うん、転がり込んでアパートに、うんうん、さあその子がお父さんがすごい熱心なクリスチャンだったんだけど、うん、お父さんに 対するこのなんかこう折り合いが悪くて、うん、でイエス様のことが嫌いで、クリスチャン教が嫌いで、その人が僕に教えてくれたんだけど、うん、イエスキリストって本当に根性悪いんですよって頼んでもないのに俺のために死んだのとかなんとかって言ってね、うん、あの難癖つけてね、ろくでもないですよとかって言って僕はああそうなのかってずっとねつい13、4年前なんだけど、うん、あのちょっと真に受けちゃったんですけど、うん、そんなこと言ってへえとか思ったら全然違うやんって全然そんな難癖つけてないやんって後で知ったんですけどそうですよ、ね、うん、だからちょっとさっきのね、うん、クリスチャンになる前に亮太が見た時にね、うん、だからその時に本当にこの人たちサドマゾだよと思ったんだよね、思いましたね僕も、うん、なんか、うん、猟奇的だよねとか思ったり、そうじゃないんですよね。だから今度の映画もそうなんですけど、その戦闘シーンがね、ものすごく残虐なシーンが出てくるんですよ、そのメグ・ギブソンの監督だから。なんだけど、その聖書を握りしめて戦場に行く主人公の目線で見ると、もう全然そのそっちに目がいかないっていうかね、うんうんうん、目の前ではそういうことが起こってるんだけど、うん、彼が見てるのは常にそのイエスの愛なんですよね、うん、だからあれなんか世界が違うやんみたいなね、うん、で他の人たちはもうみんな兵器を持ってね、うん、ライフルとか持ってもう殺し合いですよ、うん、もうただただ相手を殺す、うん、憎しみの世界に生きてんだけど、うん、この人だけ違うんですよ、うん、生きてる世界が。だからすげえなーと、すごい、ね、うん、まさにこの平和を作るものね、うん、っていうことだ。でも奇跡ですよね、そんな中で生き残るって。うんうん、うん、だから神様助けるんですよ、ね、弾が当たらないんですよこの人、ね、うん、しかも75人もそんなでき普通できないですよね、うん、一人だけ残ってね、うん、一人だけ残って自分が生き延びるためにも必死、生き延びるためだけでも必死なのに、うん、この人だけね、だから逃げよう、撤退しようとした時に、うん、まあ、ある意味神様の使命を感じて、うんうんうん、撤退しないんですよ、一人だけ残っちゃうんですよ、うん、戦場に残されたんじゃなくて、うん、残っちゃうんですよね、うん、だから私はやることがあるみたいな感じで、うん、これが私のやることだみたいな、うん、だすごいなーって。で敵も助けてるしね、うんうん、はい。さあちょっともう一曲聴いてください。これは英語で How Great the World ですけど、輝く日を仰ぐ時のやつですね。聴いてください。まなみさん、おはようございます。おはようございます。あとで祈り会ね、会いましょうね、うん、言ってないよね。ああ、そうなんだ。パッション見たんだあれ。はい。
れ絶対誤解するよね。 あんな血だらけになったもの、変態だと思っちゃうよね。っていうかクリスチャンじゃなかったらわけわかんない。わけわかんないよね。だから日本人とか見てもほとんどの人になんじゃこれとは思ったと思う。なんでそんな神様が死ななきゃいけないんだとかさ、もうずっと本当誤解してたの、うん、面白いね。またそういう時にちゃんと間違った説明するしてくれる人が出てきて、あその人はね、お父さんがものすごく熱心なクリスチャンだったんだけど、ある日お父さんの戸棚を開けたら中に聖書と一緒にラベリングしたあのエロビデオがぐわーって出てきたんだって。それでつまずいちゃったんだって。ダメじゃん、そりゃつまずくでしょうね。なんでやろ、罪悪感はなかったんですかね。え、罪悪感はなかったんですかね。なんだろうね、元気かな、その子、その人。その人もちょっと相当苦労 してたけどね。あの、そうだね、聖書、あ難しいね、本当にね。もう僕はあの会員してはいけないっていうのがあれが一番きつかったです。そうなんですよ、だから信じられなかったね。そうそうそう、僕もあの更生施設で、うん、あの会員してはいけない、これだけは守れないと思って、うん、もうこんな信仰は持てないよね。そうそう思ったもんね。まあ会員っていうのは、うん、結婚する前の、うん、セックスですね、うんうん、でも許しがあるからね、うん、許しがなかったら裁かれたらもう、ね、終わりだからね、うん、いいですね。聞きました。これなんかあれみたいだね、なんかあの週刊文春に出てくるなんかあの紳士と淑女っていう1ページぐらいのなんかあるんだけど、あ、淑女の雑誌からか。あれになんかコメントを編集者が入れるんだけど、あの最後じゃ あの逸話を喋らせてね。逸話、前の職場の喧嘩してた人が仲直りした、はい、昔の英語なのよ。昔の英語、日本のだから古語みたいな感じで、How great the world art ってあの、あの偉大なる神っていう意味なんだけど、うん、英語が古いわけ。ゴッドとか言わないじゃん。アートっていうのが神っていう意味だけど、How great the world、 大いなる神、大いなる御神よみたいな、もともとスウェーデンの歌みたいだよね、これ、うん、あ、そうなの、うん、スウェーデンか、スウェーデンの曲、うん、
はい、岩瀬スペシャルをお送りしております。この曲大好き、いいですねこれ、うん、あの輝く日を仰ぐ時っていうあの日本の題名ですけど、神、偉大なる神、神様偉大だね、うん、アメン。十字架に私たちのために、うん、イエス・キリストを十字架に私たちの身代わりにしてくださったって、もうドラマチックですよね、うん、そうですね、私たちのこの、うん、信じる神様の信仰って、うん、あのなんかすごい素晴らしいですよね、こう、うん、鳥肌があの立つぐらいこう、ね、心が本当に満たされる時がありますよ、うん、満たされますよね、うん、はい、うん、神様の愛でね、うん、いいなって、本当にあのこの神様信じてよかったなと思うんですけど、うん、さあ先ほどのね、平和を作るものは幸いです、まあ、あの幸せです、あのなぜならその人たちは神の子供と呼ばれるからっていうことで、ちょっと一つ、自分の、経験したちょっと逸話をね、話したいんですけど、はい、何年前になりますかね、6年ぐらい前になるかと思うんですが、うん、私がですね、介護の、施設に就職したんですね、あの自分ちょっと役中だったけど、生活保護 2,3 年受けてて、うん、教会に助けてもらって、それで就職しなきゃな、そろそろ元気になってきたんで就職しなきゃなっていうんで、うん、職業訓練、受けて、うん、就職したんですよ。で社長がクリスチャンだったんでね、あのこれは偶然です、あのすごいですね、ハローワークで探して、うん、ただ名前があの聖書に出てくる事業所の名前が聖書に出てくる言葉だったんで、と思って受けてみたら、はい、社長がクリスチャンで、なんかもう全然自分の素性を言ってもじゃあうちに来なさいみたいな感じで、うん、あの本当に就職できたんですけど、うん、でその時に、障害者の施設だったんですね、うん、で、外からあの昼間の間あの車で送迎して呼んできて一緒に過ごして、食事とかお風呂とか、入ってもらって、うん、あの夕方になって送り届けるっていうあのデイサービスっていうところなんですけど、うん、でその時にね、あの2人の利用者さんがいたんですね、うん、N さんと S さんで、2人とも30代半ばで、この2人がね仲悪かったんですよ、うん、で N さんが、この人がですね、どっちかというといじめっ子タイプ、うんうん、で H さんはいじめられっ子タイプ、うん、で2人とも同じね、これ高次脳機能障害って、あの事故でね、転落事故とかで、うん、その脳の大脳の一部を損傷して、うん、N さんは歩けたけど、まあ、半身がちょっと不自由になって、うん、N さん歩いてましたね、いじめっ子の N さんは、うん、で H さんは車椅子、うん、で2人ともね年も近いし、うん、でもこれ仲が悪いんですよ、うん、でずっと喧嘩するわけで週のうちの2日ぐらいこの2人がね顔を合わすんですよ、うん、でこの2人が顔を合わせた時にもうあの他の利用者さん、ああ今日は終わったみたいな雰囲気になるんですよああ今日はあの2人がいる日かってもう仲が悪いのでもう喧嘩するんですよ、うん、これでもう職員とかはもうこの日はすごい緊張して、うん、絶対この2人がそばに寄らないように、うん、常に離れているようにあの間に入らないと喧嘩が起こるので、うん、接近遭遇しないように、うん、間に入るのがもうこの日ので一大テーマですよ、うん、なんだけど離れててもね、N さんが目でね、うん、この H さんにこう睨みつけたりするとこの高次脳機能障害の人たちっていうのはね、あの感情が抑えられないんですよ。急に怒り出したり急に泣き出したり、はいはい、急に喜んだり、うんうん、あの感情がこう制御 できなかったりするんで、だから10メートルぐらい離れてるところでこの N さんが H さんを睨みつけると、うん、もうあの H さんがガーとか言って怒り出して自分の頭叩くんでねこのね車椅子乗って片手でこれでそばに寄ったりすると掴み合いになったりするんで、で、うん、
で聞いたらね7年間この状態だったって、で僕はでもうこれね雰囲気悪いしでなんとかならんかなと思って、で、N さんは外から通ってくるんですけど H さんはねあのこの施設の2階にアパートみたいな、住むとこがあって、そこに住んでたんですよ、で夕方になると家に連れて誰かが連れてってベッドに寝かすんですけど、で僕がそれ寝かすときになんとかならんかなと思って、H さんに、N さんのために祈らんかっていう話をしたんですよ、でまあちょっとその前に不思議なことにねやっぱり社長がクリスチャンだったせいなのかこの2人ともねあのイエス様のことは知ってて、なんとなくイエス様のことは嫌いじゃないみたいな、信じてるよみたいな感じで、家とかは全然家族とかは全然クリスチャンじゃないんだけど、この2人はなんとなくイエス様のこと素直にね、まあこの障害のこともあって素直にスッと入っちゃうんでしょうね、あの聞いてくれる話を、それで H さんに聖書の御言葉の中にねなんか嫌いな人のために祈りなさい、あなたの敵を愛しその人のために祈りなさいって言葉がありますね、でそれを言ってN さんのために祈らんかって言って、もうそしたらねもう怒ってね、なんであいつのために祈らんといかんとかって言うんだけど、毎回毎回それを言って、だってもしその N さんが幸せになったらね、あなたのこといじめなくなるかもしれないよって、で聖書にはそういう嫌いな人のために祈りなさいとかってあるから、やってみんかって、そしたらまあそういうところは結構素直だったりするんで、最初はうわーとか言ってたんだけど、だんだん、そうだねそうだねなんて言ってから祈るようになったんですよ一緒に、でそれをまあ一緒に家に送り届けるたびにやって、なるべく僕が行きますとか言って家に送り届けて、ベッドに下ろす間になんか御言葉の僕御言葉カードとかあげるの好きだからあげて部屋に貼ったり、まあ社長クリスチャンだから部屋に貼ったりしてもね全然 OK なんで、それで 2,3 ヶ月やってたんですよ、である時に今度はいじめっ子の N さんの方に、いや H さんあなたのために祈ってるよって、あなたが幸せになるように祈ってるよみたいなこと言ったら、もうその人がもうガーンとショック受けて、マジみたいな、ありえへんみたいな、だけど、またそのこちらの人たちは感激屋だから、感激したらわーっと感激するんですよ、で感激して、すぐその H さんのところに、車椅子の H さんのところに行って、仲直りしようって言ったんですよ。はあみたいな、周りであもう周りの人は近づいたから、他の職員は止めに入ったんですよ、それ言ったら、ごめんねって、いじめてごめんね、仲直りしようって言った、何これみたいな、なって、でもまた次の時会ったらね、そういうこと忘れてるから喧嘩するんだけど、でまた H さんには、その N さんのために祈ろうよってやって、そうね、だんだんそういう2人でね仲直りしようとかね、なんか仲良くし、はっと気づいたら2人が近づいてなんかこそこそ話して笑ってたとか、そういうのが出てきて、周りの人はなんだみたいになったわけですよ、そうある時に職員の会議で、あれは病気の一環だから仲直りさせるなって上の人は言うんですよ、で僕はちょっと知ってるじゃないですか、仲直りしてる理由が、でもこれは一応禁じ手なので、社長がクリスチャンとはいえ、宗教に関わること、だから、黙ってた、そういうことしてるっていうとこれ問題だってなっちゃうんで、内緒でやってるから、で黙って聞いてたんですけど、そしたらなんかだん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 他の利用者さんが、協力してくれるようになったっていうか、仲直りさせた方が楽だから、だって2人が喧嘩してるともう本当に雰囲気悪いから、だからだんだんそういうことがなんとなく仲直りした方がいいよねみたいな人から手伝ってくれるようになって、2人を仲良くさせようっていう雰囲気になっていったんですよ、そしたら半年するうちにだんだん2人が仲良くなったり、また職員で上の人じゃなくて、僕とかと同じようにこの下っ端の人の方から、理屈はよく分かんないけど仲良くなってた方がいいよねみたいな、で協力してくれる人がだんだん増えてきて、だんだん2人を仲良くさせようみたいな、そしたら喧嘩するんだけど仲良くする
間が長くなっていって、うんうん、それが半年1年するうちに、うん、ほとんど仲良くなって、うん、で上の人ももう黙認せざるを得なくなって、うん、で最後1年ちょっとぐらいした時には、うん、親友になってました。うわーすげえな敵かな親友に、うんうん、これで、でその時に僕この御言葉、平和を作るものは幸いです、はいはい、うん、その人たちは神の子供と呼ばれるからっていうのを、うん、あの分かった、ああこれだと思って、うん、で2人にそれを伝えたら、うん、2人ともあの仲直りしたのは、うん、イエス様のおかげだよねっていう、派手ですね、2人とも言うんですよ。うん、うん、で最近はもうそこの職場辞めましたから、うん、あれだけどたまに行ったり他の人に聞いたりすると、うん、たまに喧嘩するけど、うん、なんかいいよって。うーん、でねこの障害があって、うん、あの昔のこと忘れるんですよ、うんうんうん、それで特に H さんなんかは、うん、昔喧嘩してたんだよって言ったら嘘だよ親友だよとかってずっと親友だって言うわけいやでも7年ぐらい喧嘩してたらしいよって言ったらバカだねってねえすごくないですか。すごいですね。あのあれですね、平和を作るためには許しが必要ですよね。そうそうそう、うん、だからいじめてもそのことは置いといて、うん、この人の幸せを祈らんかって言ったらもう最初怒りながらでも、うん、そうやってイエス様は言うから、うん、いいこと起こるかもよって言って祈ってたわけですよ、うん、その人のために、うん、幸せ、その人が幸せになるようにって、うん、憎しみとか復讐では幸せになれない、なれないね、ね、もしそれをずっとやってたら、うん、でまたあれ病気の一環だから仲良くさせることなんかないよって、うん、あの間に入ってね遭遇しないように、接近遭遇しないようにしておけばいいんだよってやってたら、うん、未だにずっと2人は喧嘩して、ね、相変わらず週に2回はあ今日は終わったみたいなこの日はダメだみたいなのが続いてたんですよ。うん、だから新しい職員さんなんかあの2人が喧嘩してた嘘でしょって言ってるんですよ。うーん、やっぱ愛ですね、すべてはね、愛、愛すること、うん、でね、僕ね、ちょっと高慢になってね、うん、仲良くなくしたのは僕なんだとかっていう風になっててなりますよね、うん、それで、あの、ある女性利用者でね、クリスチャンのね、利用者さんがいて、車椅子の、うん、その人に、うん、いや、僕が仲直りさせたんだよ、的な感じで言ったら、うん、その人がなんと、あ、私ずっと昔から見てたんだけど、うん、7年間、2人が仲良くするように祈ってたって、あーガーンみたいなすげえね、うーん、すごいでしょ、祈りの力ですね、祈りの力、7年間その人はね、だから私が仲直りさせることできないから、うん、あの祈ってたんだとかって言われた時に、ああなんて私は傲慢だと思ったんだよ、うん、すごいよね、祈りがあって、うん、そうですね、うん、だからね、本当にこういう相手を許したり、うん、相手のね、たとえ仲の悪い相手でも、うん、あら、これが入っちゃった、コマーシャル入れなかったっけ、いきなり切れちゃいましたすいませんコマーシャル入れ忘れた、さっきコマーシャル入れ忘れましたね終わったんですいませんいいえ突然終わってしまったすいません、突然終わってしまいました、この間もやっちゃったんだけど失礼しました、はい、ありがとうございます、まあいいよね、内容的には入ってる、ね